ジャニー・ロンゴ・シプレリは、フランス・アヌシー出身の自転車競技選手。女子自転車競技士に残る記録を受立し続けている。また、MBA、BS、スポーツ経営学の各学位も取得している。元は、アルペンスキーの格好の選手だったが、後に、夫となるパトリス・シプレリの指導を受け、自転車競技転校。21歳の時に、フランス国内ロード選手権を優勝して、 後に輝かしい実績を誇るようになる。オリンピック、世界自転車選手権におけるメダル実績は、浮きの通り。なお、世界自転車選手権における13個の金メダル獲得は、女子の歴代最多記録。そして、世界自転車選手権でのメダル獲得は、ロードレース、トラックレース、MTB の3部門にわたる。他に、 グランドブークルでは1987.8889と3連覇。また、2000年にはメキシコシティにて 45.094km のアワーレコードを記録。さらに、フランス国内選手権では個人ロード14回優勝、個人タイムトライアル8回優勝の実績を誇る。また2007年の世界戦、ロード個人、タイムトライアルでは7位に食い込み。 北京オリンピックの出場権を獲得。そして2008年開催の北京オリンピックではタイムトライアルで4位入賞を果たしている。50歳8ヶ月の年齢で迎えた2009年の国内選手権 ITT を制覇した。2010年国内選手権 ITT 連覇。ロンゴが自転車選手としてのキャリアをスタートさせた1980年代の初期の頃は アメリカ合衆国のレベッカ・トゥインクが強く、ロンゴはトゥイクを覆う立場であったが、間もなくして、個人ロードレース、トラックの3000メートル個人追い抜きで、毎年のように優勝争いを演じるようになった。1990年代前半には、オランダのレオンティエン・ファン・モールセルと上記の2種目に、加え、ロード個人、タイムトライアルや、グランドブークルといったレースにおいても、優勝争いを演じた。 ちなみに、ライバルの二人はすでに現役を退いているが、上記の通り、ロンゴは今も、なお現役を続けている。ありがとうございます。